解説ボレー。はい、自己肯定感上げるテニスコーチ加藤です。まあ、今回ですね、まあ、ボレーの動画たくさん上げさせていただいてるんですけども、まあ、このボレーについて、言葉でちょっとね聞きたい、こういうボレーをしてると上達しませんよとか、こっちのボレーしてるといいですよとか、ボレーにありがちなミスとか、まあ、試合の時にとかこういう風になりやすいとかですね、まあ、そういった視点からお話差し上げたいと思います。まあ、もしよろしければ実演動画もね、たくさん出てますので、テニシングチャンネル内でボレーで検索していただくといっぱい出てます。多分吉川プロも出てますしね、他のコーチも説明してくれてるのがあると思います。よろしければそれも踏まえてご参考いただければと思います。こちらのチャンネルですね、35歳以上で 80% 構成されています。で、まあ、このテニスをね、ただこのテニスを一生懸命ですね、30超えても取り組んでる方を中心に見ていただいてる。はい、ただこう、一生懸命になりすぎない程度で、ね、楽しさを忘れずに一生懸命になろうっていったコンセプトでやってますね。もしよろしければですね、はい、お友達などに紹介していただけると幸いです。こういうボタンとチャンネル登録ですね、コメント欄にご質問お待ちしております。では、行ってみましょう。まあ、ボレーってね、いろいろあるじゃないですか。で、まず一番言われるのって振らないでだと思うんですよ。で振らないでって言われて、振ってる本人は振ってないと思ってるんで、なおさら難しい。何を優先させていくか、何をしていくかっていうのが大事になってくると思います。まあ、よくこう試合に出られてる子とかね、多いと思うんですけどね、このあるあるのミスでね、めっちゃチャンスボール来たと思って、これはいけると思った瞬間にパチンベチッってね、よくネットの白帯にかけてポツンパチッって下に落ちちゃうってね、はい、まあ、どうしてもの場合はね、いや入れ入れと思うんですけどね、これ入ってこないですね。まあ、そういった場合もやっぱりこれ、ね、スイングをしすぎたりっていう、こう可能性もありますので、まあちょっとですね、コーチ歴20年目に入ろうとしてます。その中で必要なものをご提供できればと思うんですが、そもそもそのボレーしていく時って何とかしてダメ、振っちゃダメってまず言われて、振っちゃダメと思うと振らないとも思うんじゃないですか、当たり前ですけど。で、振らないともどういうことかって、もうこうガチンって固まっちゃうんですよ。ってことは止まないじゃないですか、ブロックボレーってストップボレーみたいになっちゃうので。だからボレーってやっぱ大事なのは、このやっぱこうね、握っていく動作。まあ、私の動画よく見ていただいている方はもう、まあ何回も耳にタコができるくらい聞かれてると思うんですけど、この動作の延長で振る分には OK ですね。で、要は手の握り方よりも手首が先行してしまうことで、ボレーっていうのはそのネットミスになったりとか、チャンスボールになったりとかね、こう沈めようと思ったら浮いてしまったりするんですね。なので基本はこの握る動作。だから例えば今試してもらったらいいと思うんですけど、バックボレーをね、練習するときにこう手首使うとこうなるじゃないですか。どうなるかというと、こういう感じでラケットが体の前に終わらず横に行っちゃうんですね。でも、こう握る動作、両手の方と左、この動作、つまり、こういう動作、この動作の延長でもってこと、絶対体の横で終わるんですよ。だから、まずこの握る動作、はい、これをこう、トライしていく、練習していくっていうのが大事なんです。で、その握る動作って、初め難しいと思うんですけど、ボールが飛んできました、打つときに、ぐっと握ってあげると、ボール飛んできましたと、こうパンってパチンってボールちゃんと押さえてくれるんですね。だからタイミングを取る練習だと思うと、割とこう握る動作できるんですよ。ボール飛ばそうと思ってもこう入っちゃうんで、この握る動作って大事です。バックボレーでもそうです、ね、バックボレーもこう握っていけばグッて握るイコールここでグリップ止まるじゃないですか。振ったとしてもそのまま前に振ることしかなくなってくるんで、こう横に切ることなくなります。横に切る癖がついてしまうと確実に、テニスのボレーの上達が遅れてしまいます。で、ガチガチに固めて、ね、初めこう打とうとしちゃうと、今度はボール弾かれるし、パンチのあるボレーができなくなるんですよ。で、握るのが何がいいかって言うと、握って打ってことをすると、こう握って、ちょっとこう、ボールをね、こう後ろからちょっと面開いていくと、低いボールと開いていくと、こうスライス気味にこう滑っていく。ついてからこう、こういうね、低い伸びていくスライスでやるんですよ。でも、切ってしまうと、ここがついてからふわっと浮いちゃうんですよ。なので、この微妙なポイントっていうのはやっぱこう握る動作なんだ。
で、例えばこうパンって握っていくと、ちょっとね難しいので表現が、握っていくとこういうボールの下通してこうね、例えばこれでアングルとか握るで、はい、これでローボレーとかで、さっきの話してましたけど、チャンスボール来た時に振る動作が変わってしまうんだけど、握ろうとすると絶対にここで止まるんですよ。絶対握ろうとして握ってグッて止まってこう落ちないんですよ。だからこっちが先に先行しちゃうので、この握る動作って結構大事なのと、握る動作とタイミングを合わせていただくことが大事になってます。で、やっぱこれねコンチネンタルグリップですね。やっぱ薄く握る方が、ね、大事ですね。高いボレーってね、結構厚くでもいけるんですよ。プロの選手がシングルスでね、パーンって叩いて前で行く、このまま、こっちの方がね、横から見た時に、前で取りやすくなるので、その分、ね、厚くてもいいんですが、やっぱこう、低くなってくるにつれて、グリップってやっぱね、薄い方が、いろんなこう角度ね、つけて打てますし、叩き込む以外はできるだけ薄いグリップで意識すると。で、薄いグリップも、いや、言われてんだけどできないんだよなっていう方は、まずその握る動作を覚えた前提で、ここの点だけ注意してください。まずラケットを立てますよね。ヘッドね。で、打つときには必ずヘッドを立てる。ローボレーでも、この状態から自分が低く入るだけなので、基本的には立ってます。で、立てた状態で、はい、もう一個は、このグリップエンド。多くの人ね、ボレー打とうと思ったら、こういうスイングで、打ってしまうんですね。で、こういうスイングで打つと何が良くないかって、まず、こう、ボールの下を擦っちゃったりとか、上からこう被せちゃったりするんで、そもそものこう、スライス回転かからなくなっちゃうんです。コントロールもできなくなるし、ボールも浮いちゃうし、ね、あとはこう、変にヘッドが被さっちゃうと、ヘッドが変に被さっちゃうと、はい、もうミスするし、失速するし、何もいいとこなくなる原因になってしまうんですね。なので、できるだけ、しっかりとコンチのまま、ボトムから、ラケット立てて、ボトムから握っていく。ちょっとこの状態から握っていく。ちょうど当たるときに、ラケットヘッドがこう前に出てくるね。バックボレーとかもそうですけど、バックボレーみんなこういう切り方をしがちなんですよ。しっかり握っていくと、ここで、しっかり当たってくるんですね。そうすると、しっかりこう、回転もかかるし、強い当たりです。だから薄いグリップでも成り立ってきます。はい、だからここの点をいかに、こう、頭の中に入れて練習できるかっていうのは大事です。だから球出しだけ練習して上手くなる人、球出しだけ練習しても上手くならない人っていう差はここで大きく出てきます。この捉え方って非常に大事なんですね。で、まあただ若干ね、騙されちゃダメなのは、ボレーしやすいラケットってあるじゃないですか。で、これはまあ他の動画で別のね、テーマで挙げてますけど、ボレーしやすいラケットが本当にボレーしやすいかどうかのチェックポイントとして、はい、こういった形でご自分のラケットを持ってみましょう。で、この状態はいい状態。でもこうなってしまうと頭が重いので、ボレー何回やってもヘッドが出ちゃって切ってるって言われる方、自分で握ってるけども切ってるって言われて、なんでだろうって方、ラケットのせいかもしれないので、ボレーうまくいかないと思った方は、まず、今、ラケットをこうやって、ラケットバッグにね、カバンから出してきて、はい、このラケットの、この先端、ここね、わかります？ここを持って、こうやって見てください。で、こっちになってる部分です。で、ちょっと下がる部分です。で、気になったら、だいたい、ここら辺に書いてあるので、ヘッドさんの内側かな？ここヘッドさんはフレームの内側なんですけど、ここにね、見えないですよね、多分ね。バランスのが書いてあります。で、一般的には300から、ミリね、グラムじゃなくて、300から320、325ぐらいまでいいです。だいたい頭がこう重くなってくるので、335以上、より数字が大きいのになってきますんで、そうしたときに、ボレーの、なんか切りすぎだとか、振りすぎだって言われる方は、おそらく、ラケットが頭が重すぎる。結構ね、ショップの店員さんとかでも専門店さんじゃない場合は、初心者用とはそのまま進めてしまうし、そういう、ラケット解説があったときでも、ね、こういうな、これは初心者向けです。理由は説明されないから、そのままショップの店員さんはこう販売してしまったりするんで、ここちょっと押さえといた方がいいかなと思いますね。ヘッドが出ちゃうと、やっぱね、手首の負担がかかりますし、まあ強いボールが打ってくる相手がいない限られたね、コミュニティでやる分には全然いいと思うんですけど、ちょっと男性が入ってくるとやっぱ男性ってね、僕もいきなりこうバーンって力づくじゃないですか。そしたらもうやっぱラケット弾かれちゃいますね。まあラケット、大きいラケットとかで、まあね、なんとか当たってこう帰ればいいやと思うんだったらそれでいいと思うんですけど、そうじゃない場合は、ちょっとラケットにもちょっと注意が必要だと思いますんで、ちょっとね、ボレー上達するには、
今回ねお話しした、まあ、大きく分けるとラケット含めて3つのポイントね、はい、少しお試しいただければと思います、まあ、よろしければご参考ください。はい、今日はこれで終わりたいと思います。他の動画も兼ねてご覧いただけると幸いです。今日はこれで終わります。どうもありがとうございました。